はいどうも。土平日に次元ボックスを開催するあたり、並木ちゃん実はド S 鬼畜キャラミストです。はい、本日はですね、まさかまさかのねガチャ更新があったということで、厳選席をね捨てて引いていきたいと思います。はい、世紀末北斗高校攻略ガチャですね。はい、厳選15キャラのみ出現のガチャとなっております。石神一心、一心で合ってるのかな、クロセーラ、エプレミ、コクジュ、ユニサガラ、ツノリア、激闘も、フリスレミヤビ、アレフトが復刻です。でそれプラスノムちゃん、サイガ、東条、雷、ノーミ、鈴木が出るみたいですね。この15キャラのガチャとなっております。はい、でですね、今回はおまけが豪華なんですよね。初回10連は PR 以上のゆるキャラが必ず1枚出現、パーソン30個です。で2回目パーソン40個で天才ニムトルキは1枚確定、それ以上のミキャラが必ず1枚出現。でここですよね、3回目、 SR 大丈夫カジソ1枚プレゼントと、 PR 以上のミキャラが必ず1枚出現。で4回目バナナイキャラ3キャラから必ず1枚出現ということで、意外とねピックアップされてるキャラもね悪くないんですよ。ここで言うと私44、41、44というところで、まああの解放すればねこの2人に関してはちょっと美味しくなる。うん、またそうですね、アレフトも50リーチだし、うん、フリスレミヤビとかね PSR 出てくれたらはちゃめちゃ嬉しいですし、うん、まあ割とね鈴木も別バー来るから SR、PR 等いっぱい持っててもそうもないと思いますし、うん、石神ってさなんか使えられそうでね使われないんだよね。うん、まあ一応上限持ってる、で王子と同じ補給上限なんてね、補給106の時代がもし来るのであればもしかしたら使えるかもしれないんでね。はい、というところもいろいろ踏まえて最終的にはこの SR 大丈夫カジソが欲しいな、欲しいだけなんですけどね。はい引いていきたいと思います。はい、だから30、40、50、50の170個ですね。はい、約1万円分のガチャ引いていきたいと思います。いきましょう。まあクロセーラープレミがいっぱい出てくれば勝ちかなとは思いますけど、 SR 確率アップとかしてないからね、まあ、このような結果になると。おお、でも石神いいね。石神はまあ45しか多分作れないんで、ああ OKOK、 まあいいでしょう。でここでやっぱりクロセーラ、エプレミ、アレフトとかをね狙っていけたらいいかなと思っております。 SR 以上確定お願いします。さてさて誰が来るかな。ほい、それは50です。それは残念ながら50です。いやー R ばっかやんけーはい、でここね SR ダジャバカルソーもらえるんで引いていきましょう。ガチャります。ここでちょっと確率渋いと思うけど SR 以上出してくれ頼む。出ないか。うわ国樹ね、まあ通れば美味しいんだけどな、 PR なんて通るもんじゃないからね。あ石神いいね、石神これプラゴいけんな SR。 うん、よし、じゃあ最後、まあ多分石神出ればプラゴほぼ確だし、クロセーラ、エプレミ出てもいいかなっていう感じで、まあちょっと SR の出が渋かったんでいっぱい出てくれたら嬉しいですね。キャラがいきましょう、たくさん出てください。2枚抜きはしたいね、控えめに言っとく。あー控えすぎた、これはなー、もう解放させるしかねえな、気合で。これで PSR 解放したら、あ、石神の PR すげえな。これでもう解放したら、もう私は大満足ですね。はい。よし。ちょっと、ボックス競りがてら、勝負していきましょう。石神もね、一応、こっちにいるんですよ。まあ、ハゲゾウをね、使うために、取っといたりしてるんですよね、実は。どうすっかな、今 PR 結構出たよね。自覚にでもいいんだよな。あ、おまけ取っとくか。
いや、ちょっとアンケート取りたいですね。石神は今後使えるのか使えないのかというね、アンケート取りたさありますけどね。はい。どう解放させていこうかな。ノムちゃん。R を持ち込む。はいはい。どうすっかな。みやびも結構出たよね。PR のね、解放してあるやつを貯めておいてますので。はい。まあ、R とかもね、使える RPR はミキサーせずに、コツコツと、こうやってね、上げていくのが、まあ、ボックス整理の醍醐味ですよね。はいはい。私はもう単発派なんで。おい、終わり。さて、2体目の PR プラグを使っていきましょうか。やっぱね、一気に来る単発のが僕はいいと思いますよ。まあ、これ人それぞれですけどね。うん。という宣伝をしてたら、ああ、でも3分の1取ったから、まあ、結果オーライですね。国樹の PR にぶち込む。これね、1でも解放してくれれば、確率が上がるんで、5% から。おー、7% になりましたね。さてと、そしたら、エプレミもそうですね。エプレミの解放の可能性も上げていきましょう。上がっていく。30% 結構トーンな、今回。石神の PR4 枚か。すげえ悩むんだけど。クロセーラーも PR 出たっけ？出てないか。石神どうしよっかな。まあ、ここで PR プラス3等を作っていくのもいいんですけども、こいつにハゲゾウはやっぱり似合わんでしょ。45になればちょっと強くなるんですよ、確か。筋力ボーナスが1か2増えるんですよね。確か。見ていきますか。そう。今既存で4だよね。4が6になるから、まあそこそこ強くなるんだよね。まあ、行くか。お前に使った余裕は多分ないんで。ガンガン行っちゃいましょう。はい。まあ、通らんでもそんなショックではないです。おっと、あるよ。まさかのプラゴ誕生あるよ。この有能か無能なのかよくわからないキャラ。いったーなんか今日は 30% が通りますね。まあ、これだけでもまあ成果はあったのではないでしょうか。うん、ちょっとね、王子をね、輝かせる委員会に僕入ってるんで、ちょっとまあ期待ですね。使っちゃう。ハゲゾウもかなりなくなってきた、実は。ちょっとこれで、ちょっとやってみるか。また王子サクセスやるか、お前と一緒に。はい。では、メインイベントいきますか。PSR の解放。これが通ってくれたら、まあ、神回ですね。はい。7%。7は無理ですよね。国樹。国樹神。ほい。まあ、無理か。クロセーラ頼む。クロセーラ頼む。って、今ちょっと 30% 通しすぎてるから通る気しないんだよね、正直。でも行きます。でも、こんな取っといても意味ないんで。臨床ボーナスが1増えます。スタボンも上がります。お願いします。もうこの 0.5 の方が行ってくれてもいいです。お願いします。もうこれ取ってくれたらもうマジでガチャ引いてよかったってね、思える結果だと思うんで。はい。そう思ってる未来の自分に会いに行きましょう。ゴー！来い！あーもう本当に PSR は通らない。マジかよ。石神が45になる動画になるとは俺も思ってなかったよ。まあ仕方ないという中でもうないよね。ありません。いやー、ノムちゃんとかね、フリスレミヤビの PSR は早く欲しいですね。前回の大型回しでかなり PRSR の在庫はできたんで、
できればこのね、育ててる PSL ガチ券等で、やっぱり常設で言うと、やっぱ今、ノムちゃんが一番欲しくなったのかなっていう感はありますね。はい。まだ金のジョロね、38億くらいあるんで、もう快速特急に乗って PSL ガチ券にしていきたいと思いますんで、それが、次なる楽しみかな。で、今日は、本当はこのサクセス動画上げたかったんですけど、サクセス動画上げるの時間かかるんでね、はい。上げることができませんでした。まあこのサクセスなんとですね、千丸のメスマネキなんで、ちょっと更新ね非常に期待してるんで、更新することがあるのであれば明日上がってると思いますんで、はい、予告としてこの動画宣伝しておきますっていう感じで、今回の動画は石神が45になったということで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい、では失礼します。バイバイ。